どうですか、そう、初めての経験でしょ、映画のプロデューサーとして映画が完成するって。そうですね、まあ、あのでもこれがなんか普通の映画の恋愛かどうかも僕はちょっとあの少しよくわからないので。いや、どんな映画でも、どんな映画でも同じだもん。そうなんですか。プロデューサーとしてどうですか。いや、初めての映画のプロデューサー。いや、あの正直あのプロデューサーとしての仕事はちゃんとやってないと思うんですけど。なんですかそれ。プロデューサーの仕事って何なんですか。いや、それ本当に教えてもらいたいんですよ。なんかバカな。いや、いやだけどね、はい、とにかく完成したわけでしょ、はい、やっぱりお客さんには来てほしいんですか。あ、それはそうですよね、まあ、そういう意味でね、お客さんに来てほしいかっていうところの問題って、今回そんなにドランゴ自体ってあの特にその映画を作るのが本業の会社ではないので、もともとお金儲けのために見てもらいたいところがスタートしてないんですよ。あ、なるほど。でそれで、あのその上でじゃ あの来てもらいたいかどうかっていうのって、やっぱりその作品がどうかってことだと思うんですけど、でそれであの僕がそのジブリでね、あの鈴木さんのところにちょっと行って思ったのは、こんなに面白いジブリの中身っていう、映画以上に面白いそのジブリの世界っていうのを世の中にもっとね知ってもらいたいと思ったことだったん で、はい、でそれがね、あの本当にどういう風なものができるのかっていうのって僕も すごい心配だったんですよ。でもそれはあのまあ被写体の鈴木さんがどう思うか別にして、僕はこれはやっぱり世の中の人に見てもらいたい作品になったと思います。見た感想だと、はい、宮さんがいい人ですよね。そうですか。そうですかね。いや、いい人っていうのはね、はい、なんていうのかな、やっぱり普通に接して、はい、いい おじさんというのか、おじいちゃんというのか、とにかく人間的にいい人だなっていう印象ですよね。そうすると、それと比較すると高橋さんはちょっと難しそうな人、はい、そうですよね、という映画から伝わってくる情報としてはそういうのありましたよね、うん、あの僕が思っているそのジブリのその3人の印象っていうのは、あの単にいい人じゃないんですよ。単にいい人じゃなくって、多分その世の中の、あの真理を全て悟ってる人ではなくって、その真理を今なお追求してる人ですよね。そして分かんない中やっぱりもがいてるあの人たちなので、そういう部分っていうのは僕出てるんじゃないかなというふうに思いますよね。あの当然いい人だし、いい人であろうとしているし、でもそこでもやっぱり人間の限界っていうのが出てるんだと思うんですよね。それとあのやっぱり砂田君ですよね、まあ、内容はちょっと置いとくとね、はい、砂田君ってやっぱ面白い監督ですよね。そうですね、うん、あの今回もう砂田さんと付き合ったのもすごいあのいい経験でした、うん、あの僕は思ったのはやっぱり砂田さんもね、当然あのエンディングノートでね、うん、あのすごい世の中の評価を受けた監督なんですけども、うん、やっぱりそれはあの例えば宮崎監督、高田監督と比べると、あのまだまだ年も若いし、うん、あの実績もあのそこまではない、当然ないんですけども、やっぱりクリエイターとしては難しいのは一緒だなっていうことを本当思いましたね、うん、やっぱりそれはあのクリエイターっていう監督っていう人種そのものっていうのはやっぱり難しい人たちなんだ、はい、やっぱ難しい人ですよね。はい、難しい人ですね、うん、だから僕今、ね、ちょっと上げ足取っちゃうとね、はい、若いとか経験がないとかって本当は関係ないと思うんですよ。はい、関係ないですよね。すごい人は最初からすごいの取れるんで。そうですね。でもその付き合う面倒くささとかね、はい、そういうことにおいては、はい、大監督ですよね。はい、砂田君は。そうですね。大変なんだもん。いやだから、はい、なんて言ったらいいかな、一つ思ったのはね、はい、昔は職業演出っていう人がいたんですよね。職業演出、職業演出あるいは職業監督、はい、要するに言われたら、はい、それをこなす、はい、今は違うんですか、これ作ってって言われたらね、はい、はい、分かりましたって言って、はいはいはい、うん、ところが砂田君の映画なんか今回改めて見て、はいはい、なんかやっぱり自己表現とかね、はい、そういうことにこだわってるわけでしょ。はい、そうなんですよね、うん、あのまあ意見言っても全然聞いてくれないんで。もうね、あんまりもう意見言ってもしょうがないのかなみたいな、ね。
まあ砂田君なんかもなんか苦しんでるのをね、まあ、僕も横目で見たり、それから本人からもちらっと聞いたりしたんですけれど、なんか苦しんでるなんていうのかな、レベルがね、なんか作家的悩みですよね。あ、そうなんですよね。あの、うん、それは本当に思っていて、うん、まあ例えば彼女がパンフレット作る時とかね、うん、エンドロール作る時とか、うん、とかでも彼女は最初、うん、まあ、出演宮崎駿っていう風に作ろうとしていて、いやドキュメンタリーだから出演おかしいだろうって話をして納得したんですかそれ。まあ、最終的には納得してもらいましたけども、うん、だから本人希望としてはなんかそういうなんかね、ドキュメンタリーっていうよりはなんかそういう自分の作品を作ってるっていう感覚が非常に強くある人ですよね。まあ、実際作ってるドキュメンタリーなんですけども、そこにやっぱり自分なりのその魂を込めようとしてるっていうところがありますよね。自分関係なくね、はい、面白いものを作るっていう発想もあるでしょ本当は。はい、でもそれ違うんですよね。はい、そうですね。なんでなんですかね。まあ、でもやっぱりそれは表現をしたい人なんじゃないですかね、やっぱり、ね、クリエイターっていうことなんだと思うんですけども、さあ監督の場合は自己表現をやろう、はい、そう、自己表現をやろうとしてるんですけども、彼女面白いのは自己表現をやろうとしてるときに、うん、じゃあその表現したいテーマなりそういうもののシナリオがあるのかって言ったら、うん、そうじゃなくって、うん、それをあの見つけていく作業も同時にやるんですよね。そうですよね。そうです、うん、彼女はこのドキュメンタリーで表現をしようとすると同時に、うん、何を表現しようかっていうのを作りながら考えてるんですよだからそれはすごいことやる人だなと思っていて、である意味でもそれってジブリで見ていた宮崎監督の作り方と同じじゃないですか、うん、もう結末のないドラマを一生懸命苦しみながら作っていくっていう作業ですよね、うん、でも宮崎駿の場合はね、はい、まだ僕は理解の範囲なのはね、はい、まあ、彼のやり方っていうのはとにかく全体があるとするとね、はい、大体 25% ぐらい絵コンテができると、はい、シナリオも一切なしでいきなり絵コンテに入るんですけれど、それでもう作画に入る、はい、それで絶体絶命に追い詰められたところで次の続きのお話を考える、はいはい、いわばね月刊誌なんですよね月刊誌っていうのか雑誌の、ね、連載が、そう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 連載型なんですよだって連載の人ってね、はいはい、締め切りがあるからみんな書くんでしょ、はいはい、それにちょっと似てるんですよね。はい、はい、あ、なるほど、うん、そもそも違いますよ、ね、違うでしょ、違いますよね、うん、だからあくまでも娯楽大衆作家として宮崎駿はあろうとしてるし、はいはい、でもその辺違うんですよね。なんかやっぱり芸術思考っていうのかな。そうなんですよね、まあ、一番したのは当然、まあ、ある程度最初からできていくっていうのがあって、いろいろね上がっていくバージョンでね、ある動画のファイルに なって今パソコンで見るとね、その一番最初のシーンがサムネイルになって表示されるんですけど、毎回そのねサムネイルが変わってるんですよだからまだ出だしが変わってるっていうだから作っていく途中で毎回出だしが変わってるんですよね。いや、まあ僕なんかね、はい、そばに、まあ、トマサがそれ言い合わせちゃったから、はい、ついでだから言うんですけれどね、はい、まあ宮さんのところへ、はい、ピクサーのジョン・ラスターっていうのは訪ねてきたと、はい、ね、これでまあ撮影していいか、はい、でそれと同時にね、その撮影したものを使わせていただけないだろうかと。でまあ普通ね、ジョン・ラスターっていう人はそういうのに対して非常に厳しい人で、はい、ところが2つの理由によってそれ了承するんですよね、はい、で1つは何かって言ったらね、まあ、宮崎絡み、要するにジブリ絡みのものだったらね、はいはい、基本的には了解しようじゃないかと、はい、それとその時に彼女がね、はい、要するにこれまでの、まあ、編集したプロモーションビデオみたいなのもあったんですよね、はいはい、それを見て感心するんですよね彼が、はい、俺でなんでかって言ったら編集がうまいと、はい、で君はねすごいと、俺でそういう絶賛をね、はい、されて、これで本編見たらラスター出てこないですよね。そうですよ。これ何なんですか一体。いや、何が言いたいかっていうとね、そのあのラスターをうならせたわけでしょ。はい。さ、彼女だって嬉しかったんでしょ。多分おそらくはそうだと思いますよ、ね。で、その嬉しかったら、その撮ったその映像、はい、普通使えますよね。それなんで使わないんですか。はい。そうなんですよね。そこら辺のね、なんか彼女本当不思議で、彼女の口から出てくる説明って言い方をね、悪くすると非常に陳腐なことを言うわけですよ。ところが出してくるものは素晴らしいこの間のギャップは一体何なんだろうっていう
いやだから僕ね、そのラスターのエピソードなんで話しちゃうかっていうとね、ありえないですよね、今までの監督には。普通ね、そんな大監督から、大プロデューサーから、君の編集は素晴らしいって言われたわけでしょ。俺でおまけに撮影許可も出た、で撮りまくったわけでしょ。それを一箇所も使わない、だからマイペースなんですよね。マイペースだし、まあ、あとやっぱりね、なんかね、まあ、象徴的なのはやっぱりその引退会見の時だと思うんですけども、はい、そので彼女は引退会見の時に、そのあの引退会見に出発する前に宮崎監督と2時間ぐらい2人きりだったんですよ。あのその当時ですよね、はい、その瞬間をあの全くカメラを回さなかったんですよね、はい、で回さなかった理由なんか違う。いやだからそこでも登場するわけでしょ、はいはい、これだって職業監督だったら、はい、そこで必ず回すんですよ、はい、回しますよね、回す歴史的瞬間を。そうあれが面白いんだよな。そうなんですよね。でもそれっていうのはやっぱりね、一つはドキュメンタリーの中でもその自分っていう存在も含めて、うん、やっぱりそのこの中の作品の世界の中に多分彼女は住んでるんだと思うんです。彼女自身も、そう、わかりますね、彼女自身も多分住んでいて、あのその中で行動してるんだと思うんですけども、でその一方多分そのこと自体っていうのに彼女自身も葛藤があるんだと思うんですよね。葛藤があるんだと思うんです。あのだったらじゃあなぜ本編に彼女自身は一切登場しないのか。でナレーションも結局あの彼女がやったんですけども、あの彼女はあの最後まで自分がナレーションやるってことに抵抗していて、そして自分を出さないっていうことを出しまくった。そうなんですよ、やってる行動はあの逆なんだけれども表面的にはそれに激しい抵抗をしてるんですよね。そうするとその中やっぱり葛藤が多分彼女の中であるんだと思うんですよ。僕見たことがない映画監督なんですよね、はい、いわゆるジャーナリスティックな視点はないですよね。そうなんですよね、あのジャーナリスティックにドキュメンタリー映画を撮って全くいないですよね。やっぱ作品ですよね、うん、だから僕ね、はい、実はあのまあね、はい、あのいろんな経緯の中で映画の冒頭部分、まあ、最初の見せられた時、はい、やっぱりちょっと正直言って相当びっくりしたんですよね、はい、これなんだかって言ったら、まるでねホームドラマが始まるような。いやそうなんですよ、ドラマなんですよね。俺でね、要するにこれね今まで誰もいないですよ、うん、要するに、まあ、よくね、まあ、すぐ簡単に、ね、日常を描くなんて言うけれど、まあ、とにかく映画が始まって数分間なんかいわゆるあのテレビのね、それこそ連続ドラマのその一風景それがね始まってね、でこれは面白いなと思ったんですよ僕。だってそんな切り口でやった人いないから。うん、でもそうですね、彼女は本当にドラマとして作ろうとしますよね。だからそれがまあ、今までもね、ジブリのドキュメンタリー、はい、いっぱいあります、いっぱいありましたけども、うん、それが、まあ、僕が実際にジブリで、感じたそのドラマ性っていうのはやっぱりそういうドキュメンタリーからなかなか出てこないんですよ、うん、はい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 、でそれは彼女の作品からは、うん、まあ、その雰囲気は出てたので、うん、それも本当に違いだなと思ったんですけ ど彼女ってこれださんの言ってみれば弟子ですよね、はいはい、そう、是枝さんの特徴ってね、古い日本映画のいいところを生かしながらどうやって現代の映画を作るか、はい、でそれで言うとね、日本映画の黄金期っていうのがあって、それはだいたい30年前後だって言われてるんですけどね、はい、そこで大活躍した、いろんな監督、まあ、小津安二郎とかね、から成瀬美京なんていうのがいたんですけれどね、そうするとどうも、まあ、僕は是枝さんの映画見てて成瀬っていう人の影響が強いなんて見てたんですけれど、彼女がねそういう作品を見てるかどうかともかく、なんかそういう人たちの作ってきたもののある影響みたいなものが出てる。で成瀬美京の場合はそれは大概家庭だったりしたんですけれどね、要するに仕事の現場に置いてだって日常はあるんだと、でそれを撮ろうみたいなね、うん、だから見てた時にね、まあ、僕は本当の正直なこと言っちゃうとね、はい、何気ない日常の一段目、それが映し出されるシーンはみんな面白かったんですよ、はいはい、俺で一方ね、はい、なんか、まあ、映画作ってんだから仕事のことにもちょっと触れるでしょ、そこになるとね、
ちょっと僕はね、はい、あこれいつものやつだ、そうなんですよね。そう、何気ないシーンが本当に面白いんですよね。そう、味が出るんですよ。でまたねつなぎがうまい編集の、はい、うん、そういうことで言えばジブリで実際にね「風立ちぬ」って映画が作られていくプロセス、その中で彼女が何でだって作るって言ったってすごい長い2年間あって、でまあ彼女が来てたのはそのうちの1年かもしれないけれど、そういうね仕事仕事の合間に、じゃあ宮崎駿は一体何をしてたのか、それをねこうやって積み重ねていく、やっぱそこは面白かったですよね。だって見たことがないもん。いやまあさっき川上さんがそう言ってくれたから、彼女はもうまるでその今から撮ろうとしてる映像のその中の登場人物の一人のようなって、ね、ちょっと言葉違うかもしれないけど、はい、そうなんですよ。でそういうことで言うと確かにそう、そうなんです。いやだから僕なんかもねこの仕事でちょっとだけね、まあ、いろんな関係もあったんでお手伝いさせていただいたのが、その映画のキャッチコピー、ジブリに忍び込んだマミちゃんの冒険っていうのはね、やっぱり彼女にそれを感じたんですよね、はい、そうですね。それと小さいエピソードをコンパクトに、しかも本当に何て言うんだろう、まとめる力、あれすごいですよね。だから一種つれづれ草みたいな、あそうですね、うん、なんかそういう本当映像作品の随筆みたいな、そういう作品ですよね、うん、だからいつの間にか始まってね、はい、いつの間にか終わる、はい、うん、その面白さはねあるんですよね。少なくともなんか一個のテーマで作ってるドキュメンタリーじゃないですよね、うん、違う、それがいろんなテーマが現れては消えてって、うん、で消え方がうまいですよね、うんうん、で消えて終わりかなと思ってるとまた復活したりして、復活したりとか、うん、で結果的には何なのかっていうと、やっぱりそのジブリが持ってる独特の空気を伝えてる作品にはなってると思うんですよね、うんうん、空気を取りたかったんですよね。ナマズって言ってましたよね。あそうですそうです、ナマズをナレーターに使うとかって最初言われてて、うん、すごい謎なこと言うんですよね、うん、だからやっぱり良くも悪くも彼女が主役なんですよね、はい、あれはそう思います。だからあれマミちゃんの冒険っていう作家さんが言ったのあれ本当に本質だと思いますね、まあ、そういえばプロデューサーの仕事何なのかっていうことで言うと、そのマミちゃんの冒険っていうふうに鈴木さんがしたのがあれ本当すごいなと思っていて、あそうですか、ありがとうございます。鈴木さんってこの作品に関しては基本的にはやっぱり距離を捉えてましたけども、はい、そうです、まあ、いろいろと数少ない助言をしていただいた中の一つがそのマミちゃんなんですよね、はいはい、でもそれが本質嫌でってるだけじゃなくって、その後も例えばナレーションをナマズにするか本人にするかっていうので悩んだ時に、まあ、東宝の市川みなみさんがね、それは絶対に、うん、自分がさんがやった方がいいと、そうそう、マミちゃんの冒険なんだからっていうふうに言ってですね、この鈴木さんが仕掛けたそのマミちゃんの冒険っていう、ね、その時はちょっと唐突に思えた一手がもう連鎖反応のようにその後作品のねを作るのを決定づけていったって過程が、あこれがプロデューサーなんだと僕は思いました。ありがとうございます。いやまあもう一個はね、いや僕はあの一言によってね何作っても良くなったと思うんですよ。全部マミちゃんのせいだから。いや、ね、でも僕ねその一手が本当に決定的な一手だって僕その時やっぱ分かんなかったんですよ。あれ真面目に言うとですね、はい、まあ、夢と狂気の国っていうタイトル、はい、まあ、それも良かったんですけれど、はい、王国もね、はい、しかしですよ、あまりに抽象的、はいはい、具体的なものが欲しかったんですよね、はい、まあ、でもそうですよね、うん、そこは、ね、すごいなと思ったのは、僕やっぱりね、夢と狂気の王国はこれタイトルとして素晴らしいと思うんですよ、うん、これはそのコピーライターだろうが言葉に関わる仕事をしてる人だったら文句なしにあれば素晴らしいタイトルだっていうふうに思うと思うんですけど、マミちゃんの冒険もそうじゃないと思うんですよね。どれかっていうと、博報堂の電通とかのね、普通にやってる人っていうのはその夢の狂気の王国に対してあまりに違和感があるタイトルなので、真っ先に消すようなコピーだと思ったんですよね。でそれは確かに本質かもしれないけれども、コピーライティングとしては間違ってると思ったんだけども、その後の展開考えるともうあれがやっぱりこの作品を決めたんですよ。あれ、なんて言ったらいいんですかね、僕はすごいお礼を言ったらいいのか、あるいは責められてるのか。だからまあ僕はこの映画のね
っぱり最大のセールスポイントは、少し真面目に言うとね、やっぱり彼女だと思ったもん。まあでも彼女がね、なんか少しずつジブリに慣れ親しんでいくわけじゃないですか。そのプロセスは本当によく出てたと思うし、でそれは同時体験、あの観客がをできるんだっていう、そういう気がするんですけどね。